先生は話をする前に、話し終わったら私の腕に注目と意味不明なことを言った。話に出てくる私とは先生のことです。私が中学生の頃に友達の田舎に泊まりに行った。確か和歌山だったかな、もしかしたら大阪かも。とりあえず近畿の南の方。そこは遊ぶところに困らなくて、近くには海があり山があり、とにかく自然でいっぱいだった。約1週間泊まったんだけど、その時間が一瞬で過ぎたと錯覚するぐらい楽しかった。いつもは夕方ぐらいには帰ってたけど、最後の一日は少しでも思い出を残そうと夜まで海で遊んでいた。遊んでた場所から宿泊してた家までは自転車で約20分ぐらいだったから、時間のことはあまり気にしなかった。しかし夜の11時を過ぎ、さすがにそろそろ帰ろうということになった。私たちはそれぞれの自転車に乗り、友達が前で私が後ろからついていくという感じで自転車を漕ぎ出した。自転車を漕ぎ出してすぐに前を行っている友達が急に止まり、私に、何か言った？何も言ってないけど。友達は首をかしげながらも、なら別にいいわ。とりあえず再び前を向き、私たちは自転車を漕ぎ出した。しかし1分も経たないうちにまた友達は自転車を止め切り出した。お前やっぱり何か言ったやろ。何も言ってないわ。そもそも何が聞こえてん？何か早口で〇〇はどこと繰り返して言った後に、放送終了後のテレビのザーって感じの音が聞こえた。〇〇はどこはともかく、ザーなんて声は出されへん。それもそうやな。私たちは少し笑いながらも、さすがに二度も不思議なことが起きると怖くなり、横に並んで自転車を漕ぐことにした。しばらく二人並んで自転車を漕いでいて、友達がふっと後ろを向いた。私はなんとなく友達の顔を見てみたら、友達の顔が露骨なほどに青くなっていくことに気づいた。私たちが使っていたその道は50メートル間隔でしか街灯がなく、お世辞にも明るい道とは言えなかった。明かりといえば街灯と月明かりぐらい。その限られた光でも友達の顔が青くなるのが分かった。友達は叫び声を上げながら自転車を早く漕いだ。私は状況が分からなかったが、友達の異様な行動に恐怖を感じ、わけも分からず自転車を早く漕いだ。友達は私に振り向きざま、もっと早く漕げ、早く、捕まれるぞ。叫んだ言葉の意味はわからない。ただ漠然と恐怖を感じた。私は懸命に自転車を漕いだ。私たちは5分ほどで全速力で自転車を漕いだ。友達が後ろを向き、速度を落とし始めて自転車を止めた。私もつられて自転車を止めた。友達の顔色はさっきの青い顔から戻っていた。私は先ほど聞く間もなかったことを聞いてみようと思った。一体何があってん？お前がどんどん離れていくと思って後ろを向いたら、お前の1メーターぐらい後ろに白っぽい服を着たおばあさんが見えた。俺と目が合った途端に白っぽい服がみるみる茶色くなって、お前の頭を掴もうと手を振り回してた。お前、あと10センチぐらいで頭掴まれてたぞ。私たちは泣きそうになりながらも急いで帰ることにした。
再び自転車をこぎ出し 2,3 分ほど経った時、私は自分の自転車が友達の自転車と徐々に離れていることに気づいた。私はスピードを落としたつもりはない。友達がスピードを上げたわけでもない。まして実は友達の自転車に変速ギアがあるというオチがあるわけでもない。横に並んでいたはずの友達と徐々に離れていく。負荷は感じないが、何か引っかかったのかと思い後ろを見たが何もない。同じペースで自転車を漕いでいた。だけど少しずつ距離が離れていった。少しずつ混乱していく。友達に何を伝えればいいのかわからない。カシッと何か金属音のような音が後ろから聞こえた。後ろを振り向いた。しかしそこにはただ暗闇が広がるだけ。よく考えると正確には音は真後ろではなく後ろの下の方から聞こえた。直感的に恐怖を感じながらも下の方に目を向けた瞬間、それはいた。私たちが乗っていた自転車はママチャリと呼ばれる種類の自転車だ。それはスタンドに手をかけて引きずられていた。さっき友達が見たものに間違いない。白っぽい服を着たおばあさんだった。それと目が合った瞬間、着ている服が茶色く変化していく。目線を外すことができない。自転車を漕いでいることすら忘れてしまった。それはスタンドにかけていた手を上に上げ、荷台の方に手をかけた。そして荷台に手をかけた手をさらに進め、サドルをつかむ。それがサドルに手をかけた時、やっと私は叫び声とともに体が動いた。サドルにかけた手を振り払おうと左手を動かした瞬間、それは私の腕をつかんでいた。その手を見た時、人差し指の爪だけが他の指の爪よりも1センチほど長かったことに気づいた。しかしそんなものを見ている時ではない。私は掴まれた手を振り払った。私の左手に激痛が走り、その拍子に自転車から転げ落ちてしまった。耳元で声がする。まるまるか、まるまるはどこ。そしてザーッという音が聞こえた。いや、正確にはザーッではなく、もっと大きな音。何かがたくさん落ちてくるような爆発音にも近い音だった。私はすぐに体勢を整え、全力で走って逃げた。家までは150メートルほど。自転車を拾っている余裕はなかった。その一部始終を見ていた友達も叫びながら全力で自転車を漕いだ。二人が家に着いた時、二人とも服が泥だらけだった。私はこけたが、友達の方に土がつくのはおかしかった。泣きながら友達の祖父母にその一部始終を伝えると、二人とも何か神妙な顔になっていた。その地域は、戦時中に都会から疎開してきた人が多かったらしい。田舎といっても、いつ戦火に巻き込まれるかはわからない。万が一のためにいくつか防空壕を作っていたらしい。しかし戦争が始まり、早急に作った防空壕のため強度が全くなく、よく落盤していたそうだ。もしかしたら何かの拍子に防空壕に入って亡くなった人なのかもしれないね。友達の祖母はそう言った。先生はこの話を塾に通っていた俺らに聞かせてくれた。先生は話し終わると自分の服の袖をめくり、俺らに腕を見せた。腕を振り払った時に痛みが走ったと言ったけど、
これがその時ついた傷。そういった先生の腕には爪で引っかいたみたいな傷が一本走っていた。10センチぐらい。あと私、この話をしたら絶対に鳥肌が立つんやわ。話を聞いた俺らに鳥肌が立つのはわかるけど、話をした本人に鳥肌が立つのはおかしくない？でも先生の腕には確かに鳥肌が立っていた。ほんでさ、話をしてくれた日に塾を休んでいたやつがいたんだけど、翌週そいつが俺も聞きたいって催促してもう一度同じ話をしてもらってん。やっぱり先生の腕には鳥肌が立ってた。二度も続くとさすがに本物と思ってマジでビビったわ。あと先生が自転車からこけた時に走ったと言ってたけど、友達の方は自転車を全力で漕いでいたのにもかかわらず、先生は友達を追い抜いて先に家に着いたらしい。あの時タイム測ってたら世界新出たね。ビビってた俺らにケラケラ笑いながらオチを付け加えてくれた。少し心が安らいだよ。